先ほど関と森山と筒井でそこらに確認しましたから、言いたいことを言える雑誌いいでしょ、お前も言え、学生であっても言え、学生も言え、おお、若い研究者言え、お前だよ、お会議を言え、絶対修正はない、あ修正とかね、ありますよ、もうあのいわゆる逆に言うとあの全てが分かってる査読者がいますからチェックします。じゃあ言いたいこと言えないよ、逆に言うとそこで通過するともう国際的にも意味がある、英語論文も受け付けます、出せよ。お。伝えるようなネイチャーするけど、言いたいことを消すことは絶対それはしません。ありえない。あなたの言いたいことはそれが伝わらないから、いやもうあなたは大事なの。今のところあの日本語英語は大丈夫です。今の一言であなたがもう行きましょう、いやもうちょっと言います、行きましょう、まだ水先生がいつもおっしゃってるの待ってますから、ごめん僕は編集者だって、だからみんなそれはねあの今までない雑誌を提供しますので、みんなね、水先生のことどういうのですか、はい、今日は水先生が昔の福岡市川越区の近隣代の水先生があって新しい水先生のニュース水だと最初来てから今日まで彼は日本に一番頑張ったニュース水ニュース水ネオそこでも言うとなんか作ってやりなくてできやかにと言ってます、言えなかったこと言ってます。今の思いを力にするためには書くものを書く、ただね、はい、書くことがあるから難しいのは思うことはすごく出ないんですよ、わざわざ思うことはそれはどんな機械でカバーして